guys quickly, I just want to make sure that you guys can only unlock this at AR38. So once you hit AR38, go to your side quest, unlock it, use one of your keys, and enjoy this story mission. It's actually one of my favorites. And enjoy. This is all in Japanese with English subtitles, socials, subscribe, like, yada, yada, yada. Kick it up. やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。おいおい、飛び込み営業の悪いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。なんでわかったんだ。私が使うものこそズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ出発しましょう。はあ、面倒ですね。ゆっくり説明するのでちゃんと聞いててくださいね。私はアストロギスト・モナ・メギストス。名前が長くて覚えにくいのでモナと呼んでください。私は先生術師。今は師匠の代わりにある箱を取り戻しにモンドへと向かっているところです。あれは師匠とその友人が50年前に交わした約束。ただ師匠は年で体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ。なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ。それはほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが勝負がつかなかったそうなんです。だから今回私が勝てたら師匠よりもすごいってことになるじゃないですか。何言ってるんですか。私はこれをきっかけに自分の先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今箱を保管しているのはその継承者。きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと、いろいろ考えた結果あなたのことを思い出したのです。なんで急にこいつのことを思い出したんだ。師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分なしです。だから本当の弟子じゃなくて弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことはあなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら知識の交流をすることになります。そしたらあなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。例えば神や家族のこと、その答えが見つかるかもしれませんよ。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。
それこそ賢い選択です。では参りましょう。でもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。天空山に小さな宿屋があります。そこの食事は安くて美味しいのになぜか人気が出ないんです。ここ最近はそこの店主のお世話になっていたので出発する前にきちんとお別れを告げさせてください。モナさん、ちょうどいいところに来てくれました。ここへ来る途中、玉石の指輪を見ませんでしたか？玉石の指輪ですか？見てないですね。どうしよう、私の大事な指輪がスライムに飲み込まれてしまったんです。あれは母がくれたものなのに。あ、モナがいるし心配いらないだろ。彼女の先生術なら。ダメですよ。先生術は真実を洞察して運命を見通すための由緒ある知識。むやみやたらと使うようなものじゃありません。でもここの店主には世話になったんだろ。これはプライド、つまり心の問題です。先生術ならどんな問題でも解決できると思っていたら、先生術師はいずれ星空に見捨てられてしまいます。結果、占いは未来を導く力を失い、二度と名門を見通せなくなります。だからこの心情を曲げることは決してできません。そんなすごい能力を持っていて金儲けに使わないなんてもったいないな。はあ、協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですが。に、2万ですか？いえ、何でもありませんよ。ただこうも簡単に2万モラが手に入るなんて、指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけです。ごほん、それはそうですが、でも店主が汗水垂らして稼いだお金を出してまで探した指輪です。きっと何か特別な思い入れがあるのでしょう。このまま放っておくのもよくありませんね。探してあげましょう。先生術を使わなくともきっと方法があるはずです。モナの考えがなんとなく読めてきたぞ。この件はあなたに任せます。これは師匠から弟子への最初の任務です。スライムに飲み込まれたっていうなら、元素の餌で周りのスライムを誘い出してみるか。覚えてるか、ディルックの旦那のとこで生成した元素の餌。実はちょっとくすねておいたんだ。なあ、細かいことは気にするな。何か策があるみたいですね。おう、すぐ戻るから待っとけ。元素の餌の効果はすごいから、この辺りのスライムを一気に誘い出せるぞ。ただスライムも数が多いと危険だからな。ちゃんと準備しとけ。熱々でしょ。雨描きがたし、ねえ来るな。とりゃ、よっしゃよっしゃ。
置は地雷コピー。雨描きがたし。話が通じないなら叩くまで。熱々です。とりゃ戻ってこないかと思いました。よく見つけました。なかなかやりますね。店主、大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね。今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから。気をつけます。母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたら、どんな顔して母に会えばいいか分かりませんでしたよ。あ、どうやら誤解させてしまったようですね。うちは玉石鉱山を3つ所有しているんです。いいお嫁さんをもらえるよう、母が玉石のアクセサリーを家宝としてたくさん用意してくれて、全部で500点ぐらいですかね。じゃあどうしてこんなところで宿屋を開いてるんですか？若い頃に家業を継いでしまったゆえ、こう退屈な思いをしてましたので、とりあえず感謝しています。これが約束のモラです。どうかお受け取りください。じゃあ遠慮なくいただきましょう。苦労したのはオイラたちなのに。弟子は弟子らしくするのです。師匠から手柄を横取りしちゃいけません。そうだそうだ、今から練習しておかないとモンドについてすぐバレてしまうかもしれないじゃないですか。向こうの継承者はきっと私と同じように賢いでしょうから。今なんか大きな音がしなかったか？ああ、そういえばモナさん、ここ2日何も食べてませんでしたよね。お金が。うわあ、うるさいうるさい、そんなことありません。放っておいてください。ふむ、今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたから、このお金で弟子をいたわってあげましょう。ここから北に行くと防除旅館という場所があります。そこの食事はかなり美味とのことです。そこでお食事にしましょう。おっと、礼ならいりませんよ。これは師匠として当然のことですから。ご飯をおごってくれるって？オイラの聞き間違いじゃないよな。いいやつだな。おいしいものを食べに行くぞ。もちろん師匠は気前がいいですからね。でも食べ物を残すのは絶対ダメですよ。ご注文は何になさいますか？うちの常連さんたち一押しのメニューです。タケノコと獣肉とハムをじっくりと煮込むことでギュッと濃厚な出汁を味わえます。ご飯にかけるといくらでも箸が進みますよ。丸々と肥えたエビをサクサクに揚げたポテトで巻きつけた料理です。
不思議な食感を楽しめますよ。名前の通り松茸で作ったアワビもどきの料理です。でもその味わいは本物のアワビにだって負けません。豆腐という食材は極めて普通ですが、カニ味噌との相性は抜群です。この料理はうちの看板メニューの一つですよ。全部？私たち3、いや 2.5 人ですよ。頼みすぎです。オイラの数え方がおかしいぞ。それにオイラの注文がまだだ。揚げ魚の甘酢あんかけとジョージョージー、あと真珠翡翠白玉スープ。かしこまりました。そちらのお客様はお決まりですか？ちなみになんですが、さっきの注文全部でいくらですか？そうですね、2万モラくらいでしょうか。ってことは、そうめんをください。そうめんですね。かしこまりました。おかけになってお待ちください。不思議に思ったんだけど、お金がないからか？聞こえてますよ。おごるって言ったじゃないですか。モラが理由なわけありません。先生術師は星空の研究に専念する存在。属性のものに邪魔されては判断に迷いが生じてしまいます。特にモラで欲望を満たすなんてことは最も低俗な。忌避すべき行為です。オイラたちが注文した料理に手をつけないのも先生術師のプライドだからか？理解できない。でもオイラたちだけ贅沢するのも気が引けるよな。お、そうだ、その手があった。モナ、ここで少し待っててくれ。モラで欲望を満たせないなら、つまり購入しなきゃいいんだよな。ついてなかっただけだ。支配人に厨房を貸してもらえないか聞いてみようぜ。さっき聞いたこと本当なの？あら、どうしましたか？厨房を貸してほしいんだ。なるほど、それなら大丈夫ですよ。食材さえ用意していただければ自由に使っていただいて構いません。見たところお客さん料理の腕に自信がおありですね。さすがですね。実は一つアドバイスがありまして。お客さんの服装からして他国の方ですよね。せっかくリーウェイに来たんですから、リーウェイの料理に挑戦してみませんか？ここにユエサイの定番料理黄金ガニのレシピがあります。カニに小麦粉をつけて揚げ、揚げ終わったら生姜やニンニクと一緒に炒めれば完成です。森、黄金ガニ、黄金ガニ、黄金ガニ、早速作ってみようぜ。お前の料理センスならきっと簡単に覚えられるはずだ。気にしないでください。そもそも食欲そんなにないですし、ほんのちょっとだけお腹空いてますけど、
全然平気なんですから。弟子が私のために頑張ってくれたのです。無下にはできません。この黄金ガニ美味しすぎます。こんな美味しい料理生まれて初めてです。そのご飯、まさかここまで料理が上手だったとは。師匠として鼻が高いです。リーユエ料理の美味しさはさすがと言うべきですね。そう考えると根が張るのもうなずけます。ええ、何でもありません。何でもありませんよ。お腹もいっぱいになったことですし、そろそろ出発しましょう。ここから北に行けば石門に着きます。そのまま進めばモンドの国境です。一体どれほどの深い知識が私たちを待っているのでしょうか。旬が過ぎると売れ行きが良くないな。着きました。はあ、疲れた。偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんね。オイラは疲れてないぞ。あなたは飛んでるじゃないですか。なんだ、先制術師って大したことないんだな。それはあなたが先制術に幻想を抱きすぎてるからです。やあ、君たちもここで休憩かい？あ、誰だ？ああ、私たち兄弟は商人だ。リーユエで商売を終えて、今からモンドに帰るところなんだよ。君たち疲れてるみたいだし、私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから、一緒にどうだい？では私たちと一緒に来るといい。ちょうどお帰り道の話し相手が欲しかったんだ。必要ありません。他に用がなければさっさと消えてくれますか。え、こちらのお嬢ちゃんは急にどうしたんだい。下手な芝居はやめたらどうですか、強盗さん。弱そうな相手を見つけたらうまいこと馬車に乗せて荒野で身ぐるみを剥がすつもりですよね。何を言ってるんだ。人の親切を無駄にするだけじゃなく根拠のないことまで言うなんて、こちらから願い下げだ。ではあなたたちが身につけているものの中から強盗で得たものを言い当てましょうか。不服なら被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることです。もし私が間違えていたらお詫びに2万モラあげます。逆にもし私が正しかったら、あなたたちにはリーユエコーの刑務所に入ってもらいますけど、どうします？まともな商人なら別に構いませんよね。お前、俺様を怒らせやがって、この小娘が。どうやって知ったかは知らないが、お前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない。心配はいりません。ただの強盗です。さっき先制術師を大したことないと言いましたよね。ちょうどいい機会です。師匠の実力を見せてあげます。相手を間違えたら、ちょうどいいか。
引くぞ。これが運命です。どうです、これがあなたたちの師匠の実力ですよ。先生術師にとってこれ式のことお茶の子さいさいです。先生術の前で嘘は無意味、運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですから。詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが、大雑把なことであれば一目で見抜けます。でも今まで結構失敗してなかったか？それはテイワットの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからです。あなたたちに関することは全て曖昧で、この私でも正確に見抜くことができません。ですから向こうの継承者と会うことで両者の知識が合わさればあなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません。いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅です。さて十分休めましたし、このままモンドまで休まず行きますよ。馬車があったらよかったのに。最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ。すぐ継承者に会えますね。心の準備はいいですか？師匠に恥かかせないでくださいよ。それならってダメです。弟子のふりといえども何も知らないわけにはいきません。部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水浦の術。その名の通り水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるのでよく見ていてください。現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピロス騎士団の人で若く有能な女性。その情報だと、まさかリサさんか？もうすぐここで会えます。よし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。まあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。この辺はおいおいゆっくりと説明します。どうやら彼女が来たようです。わあ、栄誉騎士のお姉ちゃん、それとパイモンちゃん、おかえりなさい。彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です。継承者？そうです、星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと。私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね。星の海？星の海って何？そこにも魚がいるの？魚？いやいや、とぼけないでください。まさか私との勝負が怖いんじゃないですよね。お姉ちゃんこそ一体何を言ってるの？クレイわからないよ。私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、
あなたのお母さんはアリスさん、そうですね。そうだよ。あ、お姉ちゃん、ママのお友達なんだね。でも、ママは今とても遠いところに行ってるよ。ええ、知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね。神秘学、知識？よくわからないけど、ボンボン爆弾の作り方ならママから教わったよ。クレイのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外はからっきしでした。ですがアリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。そうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。そうですね。血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです。参りましたね。これじゃ勝負になりません。そうだクレイちゃん、アリスさんが出発する前、50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？うん、それなら知ってるよ。お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね。探すからちょっと待ってて。これじゃない、これも違う、違う違う、これも違う。あ、思い出した、クレイの新しい宝物と一緒に風たちの地に隠したんだ。取ってくるからちょっと待っててね。おいおい、カバンは置きっぱなしでいいのか？私が片付けるから、あなたたちはあの子を追ってください。はあ、あの子そそっかしいですね。箱は大丈夫でしょうか？印をつけておいたから間違えたりしないよ。わっ、クソスライム。とりあえず片付けよう。雨のような、よっ、はい、あったあった、この箱だよ。爆発に巻き込まれなくてよかったな。回収完了。あのお姉ちゃんに返そう。暇つぶしにこれを読んでいたのですが、わけのわからない日記で全然面白くありません。クレイちゃんのカバンから落ちた本だったので、古代の知識でも書いてあるかと期待したのですが。それより箱は見つかりましたか？見つけたよ。ほら、壊れてない。よかったです。ちょっと待ってください。どうして鍵がかかってないんですか？中身はそんな空っぽ？なんだって？クレイはね、この箱にクレイが集めた宝物を入れてたんだ。はい？姉ちゃんがこの箱を欲しいって言うから、クレイの宝物は出しておいたの。だから今は空っぽ。
この箱を入れ物として使っていたってことですか？じゃあ最初に入っていたものは？それが欲しいんです。あれ、箱に入ってたものが欲しかったの？ならそう教えてくれたらよかったのに。まさか壊してないですよね？大丈夫、壊してないよ。もともと入ってたものはお姉ちゃんが今手に持ってる本だよ。そんなこの本、この日記って、おばばが50年前のおばばが書いた日記？50年が過ぎた今、少女時代の黒歴史を回収するつもりだったということですか？しまった、通りで何があっても中は見ちゃいけない、見たらおしまいだっておばばが言っていたわけです。クレー、またトラブル起こしちゃった。だって箱が欲しいって言ったのはお姉ちゃんだもん。中身の話をしなかったから。クレー、何も知らないよ。先に帰るね。いや、でもモナが日記を見たことさえ言わなければ師匠に知られる心配もないだろう。それは無理です。先生術の前で嘘は通じません。あなたたちも経験したでしょ。はあ、全財産を使ってモンドまで来たのに、知識を得るどころか戻れなくなるなんてどうすればいいんですか。さすがにかわいそうだな。そうだ、本の内容を全部忘れた頃に戻ったらどうだ。そう簡単に忘れられませんよ。それにモンドに残りたくとも。はい、属性人と一緒に生活を続ければ先生術師としての心を維持できなくなってしまいます。仕方ないだろう。それが嫌なら師匠のところに戻るしかないな。もう言わないでください。こうなったらしょうがありません。決めました。しばしモンドに滞在することにします。おばばが天寿を全うすれば私も自由の身になれます。ですが先生術の研究はどうしましょう。いや、まず住むところを探さないといけませんね。それなら冒険者協会のキャサリンに聞いてみたらどうだ。何？冒険者協会？そうですね、依頼をこなせばあれがもらえますからね。わかってますよね。ありがとうございます。その私、いや何でもありません。星と深淵を目指せ、ようこそ。なるほど、事情は分かりました。今モンドには空いている魔法実験室が一部屋あります。封印を解くことができる者もこのモンドには数名いますが、もしその先生術師さんが封印を解くことができたら、きっと部屋の主も彼女が使うのを快諾してくれると思いますよ。分かりました。では早速部屋の場所を案内しますね。この封印を施した人物はただ者じゃありません。強行突破はほぼ不可能ですね。ですがだからこそ面白いです。私の先生術の知識を使うに値します。どれどれ。ふむふむ、なるほど。これがこうなって、それからよし、開きました。おお、すごいな。あとはキャサリンに報告すればここに泊まらせてもらえると思うぞ。その必要はないぞ。
礼を言わせてくれ。ありがとう、君たち。このお方は。ああ、私がこの部屋の所有者のゲーテだ。先ほど冒険者協会の前を通った時に、キャサリンから君たちのことを聞いてね。まさかこんなに早くこの厄介な封印を解いてくれるとは。それってつまりここに泊まっていいってことですか？ああ、もちろんだ。どうせ今までずっと放置していたんだし、誰かの役に立つならむしろ嬉しいよ。お礼としてこの部屋を格安で君に貸そう。貸す？賃貸だなんて聞いていません。それに私は協力してあげたのに。協力？ああ、もちろんわかっている。君には本当に感謝しているさ。だからこその特別価格だ。私が言いたいのはですね、モナは誤解してたみたいだな。でも、はあ、仕方ないです。この部屋を借ります。よし、決まりだ。手続きの準備をしてくるから、ここで少し待っていてくれ。今回はありがとうございました。それと、ごめんなさい。あなたとの約束、しばらく叶いそうにありません。先制術用の設備も、新たな知識も得られなかった私では、あなたの運命を見るのにもう少し時間が必要です。でも約束します、準備が整ったら真っ先にあなたのことを占ってあげますから。はい、この先どうすればいいか分かりませんが、頑張ってみます。あなたたちの冒険がうまくいくことを願っていますね。私もこれからのことを考えようと思います。先制術を金儲けに使わないとなると、どうやって生きていくんだろうな。やっぱたまに彼女の安否を確認しに行った方がいいよな。空腹で倒れてたらまずいし。Ha ha 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 ha!